13日に起きたパリ同時多発テロ事件に関連し、フランスの、警察の特殊部隊は18日、パリ近郊のサンドニにある首謀者のテロリストのアジトに突入しました。その際、容疑者グループと打ち合いとなり、仲間の女が自爆し、これに巻き込まれて対テロ特殊部隊に所属する爆発物探知犬ディーゼル号7歳メスが死亡しました。5人の警官も怪我をしましたが、犠牲者としてはこの犬だけです。このアパートには、テロ計画を首謀したとされるアブデルハミド・アバウド容疑者が隠れていたとされていました。70人の特殊部隊が突入する直前にディーゼル号は探知犬として真っ先にアパート内に入っていきました。1時間に5000発の銃撃を警官側がし、容疑者側が手榴弾を投げて対抗する戦いとなり、最後にアバウドのいとこの女が自爆した際に巻き込まれてしまいました。パリの国家警察は、7歳のマリノワ州ディーゼルはテロリストに殺されましたと発表しました。警察官らは、同僚を失った我らエリート部隊にとって欠かせない存在だったと悲しみを表現しました。また世の中の人も、Twitter などでディーゼルは我々の三色旗トリコロールを守るために死んだヒーローだなどとネット上で悼む声が上がっています。